とはこの材料を。いい塩梅じゃな。どれ、少し力を貸してやろうかの。これなら。頑張ってるね、六七。マナと契約して、ますますやる気が出たみたい。もともと勉強家でしたから、六七先輩。だがつまらんな。やつもそろそろ次のステップに進むべき時だろう。ラーメイ。そこで僕に振られても。おい六七、そんな大声を出さなくても聞こえますよ。何です？ブレインと協力調合をしてみろ。え、協力調合？協力調合だと。ああ、そういえばまだ二人はできなかったよね。私はできるよ。私もです。できる。ムーペもできるのか。貴様たちが真の仲良しさんになるためには避けて通れぬ道だ。さあ。はあ、僕は構いませんけど。バカバカしい。協力調合などせずとも。おや、やらぬのかい？それはわらわとの約束を破るということに。ま、待ってくれ。やればいいんだろう。まく私に合わせろよ。と言っただろう。僕はちゃんと。おかしいな。もう一度だ。次はしっかりやれ。所詮はその程度か。ベイン、私の足を引っ張るな。そんな、僕はいつも通りに。おや、喧嘩か？わらわは仲良しの二人が見たいのじゃ。なあ、いや、これは。くそ。まあ待て、今一度チャンスを与えてやってはくれんかな。おう、何か考えがありそうじゃない。六七よ、マル秘協力情報のすべてという書物を知っているか。聞いたこともありませんが。遺跡の奥に眠ると言われる伝説の書物。
古人曰く、そこには数百年の研究にわたる協力調法の秘伝が記されているという。ムーンちゃん、さすがにそれは。うさんくさすぎます。おお、そのような書物があるのかい。これぞまさに神のおぼし召し。これは早速探しに行くべきじゃ。無論お主を共にの。僕も。お主らが行かず誰が行くというのじゃ。そんな怪しいものに頼らずとも。協力調合もできるのでは仲良しさんとは呼べぬしの。わらわも身の振り方を考えさせて。またそういうこと。わかりました。行けばいいんでしょう。行けば。この明かりの良い宿にして助かるの。行くぞ、レイ。先輩、本当にあるんですよね。俺様が嘘をついたことがあるか。わかりました。行ってきます。意外と新しい発見があるやもしれんぞ。そんなことあるわけないですよ。どれどれ。協力調合とは二人
の錬金術師で行う調合です。二人の息を合わせるのが大切です。中身もそのまんま一年生の教科書じゃないか。協力調合は一人でやろうとしてもうまくいきません。相手の邪魔をしないように、相手を助けるように、思いやりの心を持ちましょう。これらのことを心がければ、協力調合は決して難しいことではありません。さらに、協力する二人の腕が上がれば、無限の可能性を。もういいだろう。そうだね。当たり前のことしか書いてないし、これ以上読んでも。本当に当たり前のことだな。基本のはずなのに、たったこれだけのこと。え、何？何でもない。アトリエに戻るぞ。え、でもまだいらぬ心配じゃ。次はうまくいくじゃろう。ではないが、守備はどうだ。どうもこうも、ただの教科書しか。メイ、もう一度やるぞ。ここで失敗したんだよね。大丈夫だ、私を信用しよう。できた。たったこれだけか。こんなこともできなかったとはな。見事だ。あの日、協力調合の全ては役に立ったようだな。おかげさまで。一応、礼は言っておきます。照れてる顔もまた新鮮じゃね。誰が照れてなど。お主のおかげで良いものが見れた。なかなかの作詞をね。褒め言葉として受け取っておく。なんだかよくわからないけど、まあ、いいかな。取ってきてやったぞ。材料の採取なら済ませておいたぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。